方にありがとうございます。ただいまからここ黒潮大水槽では食事の時間が始まります。ジンベエザメのユウユウやマグロやエイたちの食事の様子をどうぞごゆっくりとご覧くださいませ。ここでお客様にお願いがございます。ここ黒潮大水槽前ではフラッシュ撮影をご遠慮いただいております。カメラをお持ちのお客様はフラッシュのスイッチをお切りくださいますようお願い申し上げます。また館内が大変混雑しご迷惑をおかけいたしております。小さなお子様やお手回りの貴重品には十分にお気をつけくださいませ。それでは皆様、水槽左手のスクリーンにご注目ください。ユウユウの食事にはこのような黒いカゴを使います。そしていつもあちら水槽の中ほど水面近くで餌を食べます。今水面にカゴが見えました。あの中に餌が入っています。そして大きな口を開けて海水ごと吸い込むようにして餌を食べました。さて皆様はジンベエザメにどのようなイメージをお持ちでしょうか。ジンベエザメは世界最大の魚で成長すると全長13メートルにもなると言われています。とても大きな口ですが米粒ほどのとても小さな歯しかありません。海ではプランクトンを海水ごと吸い込みエラの部分で餌だけをこし取って食べるのです。ユウユウが餌を食べるときにご注目ください。口と同時に左右のエラ穴も大きく開けています。ご覧いただけますでしょうか。エラの部分は細かい穴の開いたスポンジのようになっていてわずか1ミリのものでも引っ掛けて食べることができます。ユウユウの餌には細かく刻んだイカや新鮮なアジのたたき、釣りの餌に使う網やオキアミを混ぜたものを1日に7キログラム与えています。さて今皆様にご覧いただいているユウユウは平成30年5月31日に薩摩半島西側の南薩摩市笠佐町の海で捕獲されました。そして6月26日に8代目ユウユウとしてここ黒潮大水槽にデビューしました。現在の全長は5メートル、推定体重が1000キログラムのオスのジンベエザメです。それではここからは黒潮大水槽にいる他の魚たちを紹介していきましょう。水槽の右側で高速で泳いで餌を食べている魚の群れはクロマグロやカツオの仲間たちです。甑島や南薩摩市沖の東シナ海で沖縄漁によって捕獲されました。アジなどの切り身を与えていますがユウユウがこれらの餌を間違えて食べないようタイミングよく与えています。水槽の底の方ではマダラトビエたちがサバの切り身を食べています。マダラトビエは海底の砂の中からカニや貝などを見つけて食べられるように口が下側についています。また噛む力が大変強く骨や貝殻などをバリバリと噛み砕いてしまいます。以上簡単ではございましたがこれでジンベエザメと黒潮大水槽の魚たちの食事活動を終わらせていただきます。最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございます。